コロナ禍により自宅で食事を楽しむ機会が増えている人も多いかと思います。そのような中、家庭のキッチンに潜む火災の危険について消防が実験を行いました。昨日、新潟市消防局で行われたのが、住宅火災の原因として多い家庭用コンロを使用した実験です。安全装置のついたコンロとついていないコンロで油を熱していきます。おおむね5分ぐらいで発火するんですけど、SI センサーの方が、ね、今小さくなったと見えましたかね。今175度で炎が小さくなりました。左のコンロは自動で弱火になりますが、360度を超えました。安全装置のついていないコンロでは火力が弱まらず油は高温に。すると、はい、発火です。わずか5分ほどで炎が上がりました。新潟市内では今年、油を熱しすぎたことによる火災が7件起きていて、5人が怪我をしています。さらに、この燃え上がった油に絶対にしてはいけないことが。水をかけて消火することです。熱した油に水をかけると水蒸気爆発のような状態が起こり、油が飛び散ってしまうのです。消防は調理中はコンロから離れず、もし油から火が出た場合には消火器などを使用するよう呼びかけています。また汚れが残った電子レンジから火災につながるケースもあるといいます。こまめな清掃をして、それ以上燃え広がらないという対策も必要になるかと思います。外食自粛、外食自粛ということで、普段調理し慣れない方がお家で調理する機会が増えていると思います。火をつけた場合はその場から離れないというのがまず第一だと思います。コロナ禍で家庭時間が増える中、安全な火の取り扱いが求められています。